国鉄式800経過者は、百七十三年二月七日、九百七十四年六月十九日、九百九十六年九月に、各一両ずつの合計3両が、日本車両製造で製造された百五十五トン、百六十トン積み釣り掛け式、百四十トン積み分割落とし込み式用物車である。九百七十三年に製造されたのが式八百で、 B 量が2つと C 量が1つである。1974年に製造されたのが式801で、式801バイト2とされ、この時に式800バイト1が一旦除籍されて、式801用に転用され、式801バイト1となった。1996年に製造された車両は、期間が長く開いた間の改良を反映したことから、番号を飛ばして、 式810としている。式810に装備している針は B2 両と同等である。式800型は発電所や変電所に設置される特大の変圧器を輸送するための貨車である。こうした貨車は従来充電メーカー各社がそれぞれ保有していたが利用頻度が低いことから各社で共通利用することが計画された。この経緯は式610型と同様である。 ただし、式610系の時は、東芝、日立製作所、富士電機の3社については共通の入毛針を用意、できたが、三菱電機の未品時の形状が異なることから、別な入毛針を用意して交換して使用することになった。式800型では、アタッチメントとなる継手を利用し、また側両部分を可動式にすることで、異なる寸法と形状の品時に対応できるように、工夫された。 B1 両に利用するつい手は2種類あり、B2 両、C 両と合わせて以下の組み合わせが可能である。式800では、B2 両、または、C 両が装備でき、式801では、B1 両か B2 両、または、式800式801については、台車は、ベッテンドルフ式の2軸ボギー台車 NC-3、C 型を合計8台16軸装備している。 台車2台の上に台車上枠を乗せ、2つの台車上枠にまたがるように枕枠を装備して、その上に二受け針を乗せる構造である。ブレーキは軽便と UC 型シリンダーを組み合わせた手動石空切り替え方式のものである。これに対して式810では台車は TR213 回形を装備し、大物車として 初めての CSD 方式のブレーキを備えている。式810でも、台車上枠や枕枠の基本的な構造は同じである。最高運転速度は、空車時時速 75km、赤車時時速 45km である。後年、式810が廃車され、B2 両、台車、台枠、枕枠等が式801に移植されている。 移植後の式801は B1 両や一部の部品を除いて実際にはほぼすべてが元式810のものとなっている。入け量はガーダー構造で構成されており全溶接構造である。B1 両の時の空車全長は 25,920mm、B2 両の時は 25,800mm で、どちらでも貨物の最大長さは 11,120mm と、 なっている。側張りを移動させて必要な間隔に設定できるようになっており、B1 両ではネジで、B2 両では油圧ジャッキで移動させるようになっている。C 両を装備すると全長は 33,550mm となる。この時、B2 両と組み合わせることで、C 両を構成するようになっており、C 両用に用意されている部材は、分割落とし込み式で分割される。 大量の部分だけである。このことから、式800バイト2のナンバープレートを裏返しにすると式 800C という表記に変わるようになっている。式800式801は、大物車としての通例道陸路に塗装されているが、式810は、四国旅客鉄道のコーポレートカラーと同じ、スカイブルーとなっていた。式800式801は、日本通運所有の私有化車である。 四季八百の常備駅は当初梅田駅で1976年4月に竹駅へ移動した。四季八百一の常備駅は当初新芝浦駅で1982年2月に末広町駅へ移動、1985年1月に小山駅へ移動した。四季八百は2019年11月上旬の変圧機輸送を最後に運用を終了し、 その後、京都鉄道博物館にて EF200 形式直流電気機関車と共に特別展示された。式810は東芝物流所有の私有貨車で、常備駅は末広町駅。2006年2月に名義変更され日本通運所有となったが、車両は東芝物流から表記変更しなかった。2009年に式801に台車、台枠。 枕枠等の部品が提供され、廃車された。2020年3月現在、式801のみが運用中である。EF200 形式直流電気機関車及び式、800形式貨車の、お別れセレモニー式801バイトにが、味川がわぐ RAILF.jp2020 年3月14日、掲載ウィキメディアコモンズには、国鉄式800系貨車に関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。